リッチモンド軍はアメリカ合衆国ノースカロライナ州の中央部南に位置する軍である。2010年国勢調査での人口は46,639人であり、2000年の46,564人から0.2%増加した。軍庁所在地はロッキンガム市であり、同軍で人口最大の都市でもある。リッチモンド軍は1779年に アンソン軍から分離して設立された。軍名は第3代リッチモンド及びレノックス公爵チャールズ・レノックスにちなんで名付けられた。1899年、軍南東部からスコットランド軍が設立された。アメリカ独立戦争時の軍人であるケーダー・キートンがリッチモンド軍イギリス系アメリカ人開拓地の設立者だった。 軍南東部のハムレット市はその鉄道の歴史で知られている。20世紀に入る以前、シーボードエアライン鉄道がハムレットまで開通し、この街はフロリダ州からニューヨーク州まで、さらに東から西の各地に向かう鉄道路線の結節点になった。1900年、シーボードエアライン鉄道がハムレット駅をビクトリア建築様式で建設し、 アメリカ合衆国東部では最大級に写真を撮られた駅となった。この駅は1971年にアメリカ合衆国国家歴史登録材に指定され2004年には全面改修された。2009年ハムレット市はノースカロライナ州では最初のものだったトーネード蒸気機関車を収める新しい建物を作った。当初の蒸気機関車は1839年に バージニア州リッチモンドの DJ バーアソシエーツが製造した。南北戦争の時には北軍に短期間捕獲され、その後返還された。1892年、トーネードはローリー氏の100周年大祝賀会に登場した。ハムレット氏にはナショナル鉄道博物館と電動があり、長年使われたシーボードやライン鉄道の収集品を展示している。 リッチモンド軍地域のランバー川自治体委員会のメンバーである。2000年国勢調査によってアメリカ合衆国会議員の選挙区はノースカロライナ州第8選挙区に入っており2013年時点では共和党員を選出している。リッチモンド軍は1965年にロッキンガムスピードウェイが開設されて以来自動車レースの歴史で知られている。2005年まで この一周一マイルのコースでは、スプリントカップやネーションワイドシリーズのものなどナスカーの行事が2年ごとに行われてきた。現在はアメリカ自動車レースクラブ、アサルプロカップ、ウアラレートモデルズなどの団体が主催する行事が行われている。場内にあるリトルロックとも呼ばれる半マイルのトラックでは、バンドレロやレジェンドレースカークラスの一週間続く行事も行われている。 軍内では、芝刈り機のレースもある。4月から10月毎週末選びのライオンズクラブがショーを開催し、周辺軍や州から観客や競争者を集めている。軍内では、国際ホットロッド協会の主催するロッキンガムドラッグウェイも行われ、年間90以上のレースがある。軍内には釣りや漁に適した場所が多い。サンドヒルズゲームランドや、 pd 国立野生生物保護区があり、ハイキング、自転車乗り、乗馬、ボート遊び、狩猟を行うことができる。狩猟の対象は鹿、七面鳥、ウズラキツネリスなどがある。ブルーエットフォールズ貯水池が、軍内最大の湖であり、ビッグブルー、フラットヘッドキャットフィッシュのほか、島バスやシャドなどを釣ることができる。現在は、 ヒッチコッククリークまた PD 側の4マイル沿いに、パドリングやカヌーができる全長10マイルのブルートレールを開発中であり、最終の陸装点であるディックストラクトではキャンプも可能であるアメリカ合衆国国勢調査局によれば、軍域全面積は480平方マイルであり、このうち陸地474平方マイル、水域は6平方マイルで、水域率は1.17%である。 リッチモンド軍は、ロッキンガム、ハムレット、エラービの3軍区に分かれている。以下は2000年の国勢調査による人口統計データである、リッチモンド軍の自治体と軍区。ありがとうございます。